はい、こんにちは、かおです。今日は味玉の燻製を作ります。まず沸騰したお湯で卵を7分間茹でていきます。7分間だとかなり黄身はトロトロの半熟で茹で上がります。で、お湯を捨てて冷水で卵を冷やします。卵がこう冷えてきたら、トントントンってやって、コロコロってやって、卵に細かいひびを入れていきます。これでまた水に戻すと、殻と白身の間に水が入って、簡単にきれいにむけるようになります。で、7分だと白身は固まってるんですけど、黄身にはまだ火が入ってない状態なので、気をつけて丁寧に剥いていきます。で、剥いた卵はこのボウルにビニールを入れて、そのビニールの中に入れていきます。で、3倍濃縮のめんつゆを、大さじ3杯ぐらい入れます。ちょっと私は少なかったので、薄味になりました。黒胡椒もちょっとかけて、生ニンニクもちょっと入れます。で、香り付けにごま油もほんの少し入れます。味が全体に馴染むように混ぜて、空気を抜いて冷蔵庫で味が染み込むまで寝かします。2時間ぐらい寝かせば味は染み込みます。ちょっと私はめんつゆが少なかったので染み込み方が少ないんですけど、卵に味がついたら、周りの水分を丁寧に拭き取ります。で、水気拭いたらそのまま乾燥させてちょっと置くと安心です。で、今回は桜のチップを使っていきます。桜のチップを燻製器に輪っかを描くように大さじ3杯入れます。で、こんな感じになりました。で、この銀のやつを入れて卵を並べていきます。で、蓋をして中火で煙が出るまで待って、煙がもくもく出たらそこから7分ぐらい燻製していきます。窓を開けてもこの煙で家中が燻製の匂いになります。で、ピピッと鳴ったら煙が引くまでちょっと待って、煙が出てこなくなったら蓋を開けるとこんな感じになりました。すごい綺麗に色がついて美味しそうです。かなり半熟のゆで卵で作ったので、この燻製で火を通してもとっても美味しそうな黄身の状態で出来上がりました。ニンニクの香りもしてビールのおつまみにもぴったりです。もしよかったらぜひ作ってみてください。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画もぜひ見てください。さようなら。